マジン、ドラキュラ、マジン、ドラキュラ、現代、ドレアキアラは、アメリカのユニバーサル映画が制作したホラー映画。1931年2月14日公開。主演ベイラルゴシ、監督は、トット・ブラウニング。日本では1931年10月8日に、リリースされた。ブラム・ストーカー原作、ドラキュラの初の正規映画化作品。世界的にヒットし、 戦前のホラー映画ブームを巻き起こした。ユニバーサルは怪奇メーカーとして名を馳せ、ドラキュラ役で主演したベラルゴ氏も世界に知られる怪奇スターとなった。オープニングにチャイコフスキーの白鳥の湖の序章が編曲されて使用されている。イギリスのジム弁護士、レンフィールドはトランシルバニアの貴族ドラキュラ伯爵に招かれてドラキュラ城を訪れた。ドラキュラは ロンドンでの土地の購入を希望していた。しかし、ドラキュラの正体は、伝説上の存在とされていた、吸血鬼であり、デンフィールドは下僕にされてしまう。ドラキュラは、レンフィールドに手引きさせて船を占拠して、イギリスに渡り、レンフィールドは、精神を病んだとして、セワード精神病院に搬送される。カーファックス修道院を住処とすると、東欧から移住してきた、高貴な伯爵として、 社交界に現れ、修道院の隣に居住する、セワード博士一家に接触する。セワードの娘ミナの友人ルーシーは、ドラキュラの虜になり、血を吸われて死んでしまう。セワードの元を、恩師のヘルシング教授が訪れ、レンフィールドが吸血鬼になっていることを告げるが、セワードは、吸血鬼の存在を信じようとはしなかった。レンフィールドも、自分を、病院から遠ざけろと訴えるが、 セワードは聞き入れずに病室に戻してしまう。その夜、ドラキュラはセワードの屋敷に忍び込み、ミナを襲い吸血する。その日、以来、ミナは悪夢にうなされるようになり、ヘルシングは彼女の婚約者ハーカーと共に屋敷を訪れるが、そこにドラキュラが見舞いに訪れる。ミナはドラキュラの来訪を喜ぶが、ドラキュラの姿が鏡に映らないのを見た、ヘルシングは ドラキュラこそが吸血鬼であると確信する。ヘルシングはドラキュラを寄せ付けないためにミナの部屋を取りかぶとで埋め尽くすが、吸血鬼の血が入ったミナはそれを嫌がり、彼女の身を案じるハーカーもヘルシングに反発する。ドラキュラは再びセワードの屋敷に忍び込み、ミナを連れ去ってしまう。同じ頃、レンフィールドが精神病院から脱走してドラキュラの元に向かい、 ヘルシングとハーカーは彼を尾行する。これによってドラキュラが隠れ家にしていた修道院まで二人が来てしまい、ドラキュラはレンフィールドを裏切ったとみなし殺害するも、すでに夜明けが近づいて生きていたため、ミナを連れて、慌て地下墓所の棺に逃げ込む。地下墓所を捜索するうちに二人は棺で眠るドラキュラを発見する。ヘルシングは、ドラキュラの心臓に尖った杭を刺して、彼を殺し、 ハーカーは皆を取り戻す。1897年に発表されたイギリスのブラム・ストーカーの小説ドラキュラは1920年代に同国で舞台作品としてロングランヒットを記録し、1922年には FW ・ムルナウによって吸血鬼のスエラトゥとして映画が公開された。しかし、これは映画化の許可を得ていなかったため、 ストーカーの未亡人は著作権侵害として裁判所に訴えて勝訴し、映画のネガとプリントの破壊が命令された。1927年にはアメリカのブロードウェイ公演でも大成功を収めた。それに目をつけたユニバーサル映画は当時急激に浸透していた陶器一作品として画家を企画する。カール・レムリ・ジュニアは映画家の権利を取得し、脚本家のは 脚本の執筆に際して、吸血鬼のスフェラトを研究した。同作を参考にしたシーンには、デンフィールドが指を怪我して、血を流し、ドラキュラが血を吸おうと近づくが、直後に十字架が目に入り怯えるというものがある。ドラキュラ役には、千の顔を持つ男と称された当時高い人気を、誇った回遊で、ロンドンアフターミッドナイト、1927年で、吸血鬼役、実際は、 吸血鬼に扮した刑事を演じた経験のあるロン・チェニーが内定、監督も同作のトッド・ブラウニングに決定した。しかしチェーニーは九百三十年に四十七歳で休止し、レムリは代わりの俳優としてポール・ムギ、ジョセフ・シルド・クラウトを検討した。その折、ブロードウェイ版舞台でドラキュラを演じたハンガリー出身の俳優ベラルゴ氏が別の舞台に出演するために、 ロサンゼルスを訪れていた。ルゴ氏は俳優として長いキャリアを持っていたが、ハンガリーなまりが強く英語下のため、アメリカでは大役に恵まれずにいた。ユニバーサルは最終的に週休500ドルを提示し、7週間3500ドルの契約でルゴ氏を起用した。制作にあたって、ストーリー展開やドラキュラ像はほぼ舞台版が踏襲された。 イギリスに渡航する際の嵐のシーンは、1925年公開のサイレント映画、ザ・ストーム・ブレイカーのシーンを流用してる。流用するに際して、陶器映画用の毎秒24フレームの撮影速度で編集し、ドラキュラとレンフィールドのシーンを新たに加えている。また、映画の効果を高めるために長時間の無音シーンと文字のクローズアップを用いるなど、 サイレント映画の手法を一部で採用している。ジェームズ・ベラー・ディネリは俳優の演技についてサイレント映画のものだと指摘している。完成した本作はスローなテンポで荘厳なゴシックホラーの世界を映像で再現では公開48時間で5万枚のチケットを売り上げ、ユニバーサル製作の1931年の映画の中で最高額の70万ドルを売り上げた。 本作の大ヒットを受けてユニバーサルは同年中にフランケンシュタインを制作本作以上の大ヒットと高評価を得てさらに多くのホラー映画ユニバーサルモンスターズを量産しニューヨークタイムズのはトット・ブラウニングの創造性とヘレン・チャンドラーの演技を称賛し多くのミステリー映画の中で最高の作品と批評したは素晴らしいメロドラマと批評し ベラルゴ氏の演技を映画の中で最もユニークで強力な役と称賛した。当時四十九歳であったルゴ氏はドラキュラ俳優として絶大な名声を得て回帰の大スターとなった。原作でのドラキュラは冒頭のトランシルバニアのシーンでは人前に現れるがイギリスに渡ってからはほとんど影のような存在となる。しかし本作でルゴ氏の演じたドラキュラはイギリスに渡って後も 夜会服を身にまとい、全編にわたって風格と容器を見せつけ、貴族的な二枚目であるドラキュラ像を作り上げた。また、ルゴ氏のハンガリーなまりはドラキュラの代名詞となった。本作の続編的作品として、1936年公開の女ドラキュラ、現代、ドレアキアラ、エスドーター、1943年公開の夜の悪魔、現代、 サン・オブ・ドレア・キアラがあり、これらを合わせて、ユニバーサル映画のドラキュラ三部作とする場合がある。女ドラキュラは、本作の直後から始まるストーリーを描いており、エドワード・バンスローンに演じる、ヘルシング・ジュも引き続き登場する直接の続編である。一方、夜の悪魔では舞台をアメリカに移している。その後、ユニバーサルホラーは、フランケンシュタイン・モンスターや、狼男、ドラキュラらが、 同時に登場する怪物エンターテインメント的路線となる。ユニバーサルのドラキュラ作品は以下の通り。ユニバーサルピクチャーズは本作を新作、ドラキュラとしてリブート化し、2014年にドラキュラゼロとして公開された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。